で、猪狩君って今いくつなん？僕年齢ないってことでやってるんです。なーやそれすんません。世紀末の流れ組んで、ほんますんません、ここだけはすんません。あ、そうなんや。すんません。あか、もうあともう全員と同い年っていうことにしてるんですけど。ミュージシャンの世界の人はどうなの、なんか先輩後輩みたいな縦社会はあんの、たくまくん。縦社会どうやろう、なんか最近はそんな感じようになったけど、うんうん、昔は結構絵に描いたような体育会やったんちゃうかな。へぇ、うん、ほんな先輩がいたら絶対おごってくれてみたいな、そんなんもあったし、うんうんうん、なんやろ、まあ、後輩は勝手に先輩にビビってたしね。怖い先輩多かったから俺らの代は、うん、でそれを見てあの育ってるから、うんうん、そういうのはやめようねって言い出した世代。あ、なるほどな。そうそうそう。喧嘩かつい体育会系の部活と一緒やん。そうそう、もうかっこよかったらええやん、おもろかったらええやんみたいにはい、なっていくぐらいの世代やと思う。これはでもちょっとはっきりとしてて、多分10フィートを境にそうなったんですよね。あ、そうなんや。10フィートがもう思いっきりそうやったから、10フィートより下の人は割とそうなってる。ああそうね、バンドマンの中では10フィート以降の人は、うん、みん なよっしゃ楽しいなみたいな感じで、それ以前の人は結構怖い。すご、結構そういうのあると思いますよ。紀元前と紀元後みたいな、キリストみたいな。ちょっと西大さん静かにしてもらっていいですか。ちょっと勝手に喋らないで。ちなみにだってさ、これ怖いっていうのとはまた別やねんけど、うん、昔、ほんまに20年以上前やったかな、ブランキー・ジェット・シティのライブにジュニアさんに連れて行ってもらって。好きそうやな。確かに。で、俺もブランキーが好きやったよ。なるほど、なるほど、はい。ほんで、終わって楽屋に挨拶しに行ったら、はい、なんていうの、そんな芸人の楽屋挨拶と違って全員タトゥーのめちゃめちゃいかつい3人がなんか体から湯気出しながらパンチで座っててどうだったって言われた。よかったよかったけど、もちろんめちゃくちゃかっこよかったけど、もう怖すぎ、怖いというか、何やろこの異世界はみたいな。で、ブランキーの皆さん3人と俺とジュニアさんで打ち上げ行こうかって言ってベンジーさんが言ってくれて、すごい、一緒のワンボックスカーみたいなのに乗ったんよ。移動車みたいな。移動車に。ほんでブランキーと同じ移動車、達也さん、照井さん、ベンジーさんおって、ジュニアさんおって、俺おって、ここのトーク、誰が回したええのみたいなのだってんけど、うんうんうん、おなるわな。俺もなんか、よう喋らんやん、そんな、うん。ほんで、とりあえず静かにしてたら、その、車の壁を、ドラムの達也さんが、叩き出したわけ。うんうん、そのメロディーに、ベースの照井さんがタタン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 って乗ってきたよ。ほんで最後ベンジーがタタ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 タって言って車を叩くセッションが始まったわけ。ほんで俺マジでこれどうしたらええんやろな、このセッション。ジュニアさん、あなたはどうするんですかと思ったら、ジュニアさん顔真っ赤にしながらセッションに入っていってた。いや俺バンドマンって俺らとは住む世界が違いすぎる。すごいな、それいつ頃の話。いやそれでもほんまに20年以上前ちゃうかな、ほんまに。そんなに前、22、3歳の時ちゃうかな。うわーすごいっすね。すごいな。だって俺、たくまくんと喋るようになったらいつやろう。もう10年ぐらい経つんか、ね、10年経たへんかな。なんか気がついたらっていう感じだったよね。そう、京都大作戦行かしてもらうようになって、
10フィートに目覚めてからかな。でももうか最初直樹くんと高橋さんが似てるみたいなところから始まった。そうせいで最初、うん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 、最初ツイッターで、俺が似てるものなんやろうみたいなんで綿棒とかそれめっちゃおもろい。ごめんなさい、もうそれがそれがもうやばいんですけど、ごめんなさい。マーク・ザッカーバード、マーク・ザッカーバードにも出てる。マーク・ザッカーバーグ。あー、フェイスブックのね。フェイスブックの、フェイスブックの公式だ。あ、知らん。みたいな、あ、もう今1万人見てくれてんだよ、これ。マジで。え、生で？ジョーボールやん、パンパンやん。すごい。で、その時に直樹くんが、10フィートの直樹に似てるって言われたのを俺がリップしたら、直樹くんも昔から言われてますっていうところからダイレクトメッセージやり取りして友達になって、ほんでライブ見に行かしてもらってみたいな。なるほどなるほど。で京都大作ね、急に仲良くなっていったよね。そう、そうなんですね、うん、ちょっと全然関係ないんですけど、うん、いきなりお酒飲んだらめっちゃ酔っちゃうんで、ウーバーでご飯頼んでいいですか？頼め頼め。どんな時間の感じ？みんな食べてるから。ちょっとなんかみんな つまんでるから、ちょっと俺もつまみたくなってきたの。頼み。ちなみに1万人今見ていただいてて、たくまくんとかいがりくんに質問ある人はぜひ書いてください。あ、マジですか？そんなんいいんですか？それで。いやなんでも。いや、わしはえ。あ、西大も。まあ、なんか、自粛中やから、久しぶりにわしはえ言いましたわ。いいっすね。仕事してへんから。仕事してへんから、久しぶりに言った。でもさ、なんかさ、こういう時に、はい、ズームでやり取りする時の、なんかバックで、なんか、あるよな。たくまくんのもうバックかっこええもん。確かにね。かっこええ。いや、もう、ちらっと見えてるギターとかがもうかっこええもん。わかる。確かにな。これちゃんと用意してライブハウスのバナー。はあ。京都で頑張ってる。そっか、ライブハウスはマジで大変やもんね今。そう。ミューズ？そう、ミューズとオクターブとガタカとグローリーっていうライブハウス、友達がやってるところがあって、他にも友達のライブハウスいっぱいあるんやけど、それをこの間もそのライブハウス支援の企画がズームであったから。バナー作ってハローぜとか言って作って、なんか協力できることあった？なんか言うてな。ありがとう、また相談するわ。そういうとこで株上げていきますよね、たくま。そうやで。10フィートってほんまそういうとこずるいんすよね。大事。めちゃくちゃしっかり頭下げますもんね。あ、俺らが、はい、10フィート側が。そういうやっちゃよかった。なんかこれもそういうやつやんね。ああ、そう。協力、ね、そう、豪雨があった時に作らさせてもらって。あ、豪雨。ずるい、ずるい、もうずるいから、もうその話も。いや、猪狩くん。なんやろ。ずるいでしょ、そんなこれずるいって言うんか。勝手に好感度上げて。いや、誰かがこう、芯を取るというね、そこにみんなが募ってくるから。いや、なんか、10フィートっていつもそれやってくるんですよ。それやってくるっていうね。お前に攻撃してるみたいになってるやないか。何やそれ。なんかすっごいほんまちゃんとしたことをやってくるんで、なんかこっちがなんかほんまお前何してんねんロンゲハゲゴラみたいな感じになってくる、ね。どっち極端やロンゲとハゲお前。極端やね。ロンゲなんかハゲなんか。でほんまちょっとやけど、でもその辺ほんまその辺リスペクトやなっていつも思います。でもさ、京都大作戦もフェスの中で一番最初じゃない？その夏フェスの中で中止を発表したん。あー、どうやろう。いや、いくつかあるんじゃないかな。今年やんね。もう結構ちょこちょこ出てきてるんじゃないかな、俺らの前からも。あー、そっか。ありました、ありました、いろいろありました。でもミュージシャンの人もほんまにライブできひんのマジで大変よね、うん、芸人もそうやねんけど、もう舞台がないから、うんうん、ああ。どんな感じなの、そのたくまくんの毎日は。
いやもう曲作るぐらいしかできへんかな、うん、それとまあなんかリモートセッションとかはははあとはなんか頼まれたレコーディングのゲスト参加とかはははおかしいおかしいおかしいそんなんちゃうろミュージシャンみたいなことばっか言っていやいやミュージシャンイガリイガリイガリおかしいわ絶対イガリそんなさっき言うなってごめんなさいさっき言うなこっからおもろなってまだあったごめんなさいごめんなさいいやまあなほとんどなほとんどやでその、うん、何音楽ごとやってる以外の時間、うん、まあもうゴミくずみたいな生活になってるそうですすいませんすいません完全にもう今はもういいとこばっかり言ってるから、うん、いいとこばっかり言ってるから